都会線不ラク都会は日本の中世において行われた自発的な捨て身を行って民衆を先導する写真業の形態である。この行為の基本的な形態は南方に望む海岸から行者が都会線に乗り込みそのまま沖に出るというものである。その後伴走船が沖まで栄光し綱を切って見送る。場合によってはさらに108の石を体に巻きつけて 行者の生還を防止する。ただし、江戸時代には、すでに死んでいる人物の遺体を都会船に乗せて、水槽で葬るという形に変化する。最も有名なものは、キーのナチカツ浦における札楽都会で、熊野年代記によると、868年から1722年の間に20回実施されたという。このか足摺岬、室戸岬、 中港などでも札楽都会が行われたとの記録がある。熊野那智での都会の場合は、原則として札楽山寺の住職が都会業の主体であったが、例外として、あずま天福元年5月27日の上に、下神戸六郎幸秀という元武士が札楽山で、友貞坊と合子都会に臨んだと記されている。また、 俗史武将文明7年11月22日の上に、11位に上されて、巡大臣の待遇を受けていた、までの工事不房不という元公家が都会に臨んだと、記されている。札楽都会については、ルイス・フロイスも著作中で触れている。札楽都会に使う都会線についての資料は少ないが、ナチ景マンダラには、札楽都会が描かれており、札楽山寺には復元された。 都会線が置かれている。これによると、一般的な課客のための都会線とは異なり、和線の上に入りもや作りの箱が置かれ、その四方に四つの鳥居が建てられている。鳥居の代わりに門を模したものを付加する場合もあり、この場合は、門のそれぞれに、発信門、修行門、菩提門、涅槃門との名称がある。箱の中には30日分の食物や水とともに、 行者が乗り込むが、この箱は、船室とは異なり、行者が中へ入ると、入り口は板などで塞がれ、箱が壊れない限り出入りはできない。図には、帆が描かれているが、一般には炉、貝なども含めて、高校のための道具は備えていない。これは、生還することなく、意外となっても戻ってこないことが浄土へ至った証との思想に基づいている。 沖合まで伴走船が栄光した後、人々が海流に流されて漂流していく船を見送る。仏教では、西方の阿弥陀浄土と同様、南方にも浄土があるとされ、札楽と呼ばれた。札楽は、サンスクリット語のポータラカの漢字による御社である。札楽は、華厳行によれば、未自在菩薩の浄土である。チベットラサのポタラグユの名の由来も、このポータラカである。 浄土信仰が民間でも盛んとなった平安後期から民衆を浄土へ先導するためとして都会が多く行われるようになった。都会はむね、黒潮が洗う本州の南岸地域で行われた。特に南紀、熊野一帯は、それより以前から密教の聖地、さらに遡って危機の神話も伝わる重層的な信仰の場である。日本初期、熊白巻上で、 少なびこなの命、生きて、熊野のお岬に至りで、ついに、床与里に敵死ぬという高いとのつながりが見える。黒潮は、地球規模でも強い海流の一つであり、この流れに漂流すると、かなりの確率でそのまま日本列島の東側の太平洋に流されていき、戻ってくることがない。ごく稀に南下する親潮により南への循環流に乗り、 再び日本の沿岸へ漂着することがある。琉球国由来期間中の琉球国所持休機所によれば、肝十年間に全艦なる禅寺が粉波湖に流れ着いた。全艦は札楽像であるとだけ言って、詳しいことはわからなかったが、時の栄宗王は全艦の徳王文字浦添城の西に札楽山、極楽寺を建立した。琉球国所持休機所は、 これが琉球における仏教の始めとしている。また琉球に漂着した秘襲は現地で熊野信仰及び神言宗の布教活動を行ったり、緊張に金竹館の恩寺を建立した。ありがとうございます。